はいじゃあよろしくお願いしますえー、今回高校受験対策の関数シリーズ第44なやっていきましょうなんと3ヶ月ぶりです <laughs> 関数の撮影ね今あ久々だなと思って動画チェックしてたらまあ1ヶ月前くらいだろうと思ったら3ヶ月以上経っててね 時が流れるのが早い、まあ、2019年も皆さんお疲れ様でしたはいということでね今回2問やっていきますのでまず1回動画止めていただいてチャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が両方解説しながら答え書いていきますので聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますじゃあいつもねいつもねじゃないいつも通りね画面下げますのでお待ちくださいいくよはっ もうちょいだこの辺かなよっしゃい行きましょうで今回はね分からんけど多分動画の時間いつもの受験対策に比べれば短いはずです結構サクッとそんな難易度高い問題じゃないんですけどあるポイントを確認するのに非常にいい問題だったんだね今回採用させてもらいましたでいつも言いますが、えー、関数っていうのは問題文がちょっと長いんですよね基本的に情報いっぱい書いてあるから「y= ほにゃらら x」ですよとかここの座標はこれつ、えっといくつですよみたいな それを全部書き込みます、まあ、みんな手元にこれがないんでめんどくせえなって思うかもしんないけど、まあ、ざっくりこれをね書いてもらって書き込んでいくのいい。でまず放物線1に関してが y=x2 乗つまりこいつがね y=x2 乗です。で次に直線が y x ス1ですねこいつが y x ス1 で、これを書いた時に使わないかもしんないんですけど y 切片の座標は書く癖をつけておくといいです。今回は本当は使わないんだけど直線と y 軸のぶつかってる y 切片切片だねここが、えー、ここの数字と対応しているのでマイナス1って自分は書きます必ず。で次に a の座標 x 座標がマイナス2と言ってますこいつですね a の x 座標がマイナス2です。 で、こうなった時にね、もう癖で反射的に、あもう一個の y 座標埋まらないかなってちょっと思ってください。埋まらないかなって。埋まるから、今回。これ。これ、速攻わかります。マイナス3です。はい、なぜかというと、座標っていうのは、その関数の上に乗ってたら代入が OK。つまり、a はこの直線、y イコール x-1 の上に乗ってます。上に乗ってるっていうことは、 x 座標マイナス2つまり x がマイナス2を代入していいよっていうサインです。代入します。そうすると y イコールマイナス2-1なんで計算したら y はマイナス3ですよね。つまり y 座標マイナス3とすぐ出るのでもう反射的にやってしまう。こっちの問題で問われているから書くんじゃないんです。やっちゃうの。いいぜひ大事にしてください。で、次が、えっと、 x 座標 p かここのね、まあ、こねいつが主役なんですけどこいつの x 座標を、まあ、出すんだよね2番で出していく。で、まあ、こいつが主役になるので先にやってしまうと分からないやつ特に求めたいやつの x 座標を文字を使っておきます。まあ、A だったり何でもいいんですけど自分 t がねよく使うんで t でいきます今回はこうやって t でおく。で、えー、っと大事なのがその x 座標は正の数であるって言ってる。つまりこの T は ゼロより大きいんですこれちょっと忘れずに書いておきましょう。わざわざ正の数って言ってるってことは答えるのは最後の時に何かが出てくるわけよ。何かあれを使うことになるから目立つように書いておく。であとが、えーっとまあ、平行の線引きましたと引いてぶつかったら9引いて r になりましたみたいな感じなんであとはいいかな情報としてはね。でまず1番なんですが y=x2 乗で x の変域がってやつこれ関係ないんだよねあんまね。 つまり y=x 乗っていうのがあって x の変域がス1から3の時 y の変域出しなさいってやつです。でもしですねこの一番解けなかった方いた場合はぜひ右上の「びっくりワーク」もしくは下の概要欄からこれに関する授業動画やっているので飛んでやってください。 これは、死種でも、あの、死種ってシリーズもやってるんですよ。絶対、どんなレベルを目指してる子でも解けてほしい受験問題っていうシリーズもやってるんですが、そこで出てくるレベルですってぐらいに、絶対取らなきゃいけない。この問題は。で、やり方としては y、y この x 二乗。まあ、二次関数だよね。で、書くときに、下に凸つ、まあ、下カーブなのか、上カーブなのか、だけ大事。で、今、ここに隠れてる数字、1なので、プラスだよね。プラスの数字だから、 まあ下カーブ。まあ、今、そう。元と書いてあるけどね。下カーブ書いておいて、x が -1 から3です。x 座標が -1 から3、ちょっと離れたと、この辺だね。って書きます。で、そっから、打ち上げ花火を打ち上げてください、上に。関数にぶつかるように花火を打ち上げます。こうやってね。で、ぐるぐるってしといてください。もし、下にあった場合は、打ち下げてください。まあ、打ち下げ花火なんてありませんけど、いい で、ぶつかったこの間の部分だけ使うんです、今。こうやって X の変域を指定されているので、こうやって、ここしか使わない、まあ。みんなやらなくていいけど、消し込みで消しちゃってもいいぐらい。ここしか使わねえよっていう。で、Y の変域っていうのは答え方はこうです。Y が真ん中に来て、これをつける。小なりイコールを両方つけるんですが、左の数字、右の数字が入るんだけど、今この関数の 一番高いところと一番低いところを使います。で、一番高いところってここだよね。図でわかる。ってことは、ここの y 座標が欲しい。これどう出すかっていうと、ここは x が3の時の y です。x が3の時の y。つまり y イコール3の2乗だから9ですね。だから一番高いところはここ9です。じゃあ一番低いところはっていうと、ここではなくて、 原点の0ここ通ってるもんねそれが一番低いですつまり一番低いところは0なのでこれで終了となります流れとしては簡単なグッドグラフを書く一番高いところ一番低いところを探していくという感じでいけますでは本番の2番いきましょう、えー、線分 PQ の長さここですね PQ ちょっと書いておきましょうか ここの長さと、まあ、この図だとね全然同じになってないですけどこことここの長さが等しくなるときに点 P の x 座標ここですねは、えー、いくつか求めなさいと。でいきます。でこれはですね、えー、分かってる座標からどん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 パズルみたいに崩していきます。崩していくで、えー、今回あまりあ関係あるわごめん。<laughs> えっと今回まずここからいきますね。 さっき p の x 座標 t と置きましたその時にこっち側も置けます結論から言うとここは t の2乗ですごめんね t の2乗なぜかっていうと p はこの二次関数の上に乗っていますさっきも言ったように乗ってるってことは代入ができるつまり x=tx イコール、t x、のとこに t を代入できるので y=t イコール、t、の2乗 Y 座標が t の2乗って言ってるんでああやって置いてください。いいで次どっから崩していくかっていうとまずえっ、ー、とじゃあ全部使うわけではないんですがちょっと大きくしときますねこうしときましょう。P と q と r はまっすぐ直線ですよね。まっすぐ真下にこう引いてる直線なので x 座標が全部一緒です。 X 座標が全部一緒この t の t の2乗っていうのは t の t の2乗なんですよ。ここが t でここが t の2乗っていう意味なのね。ってことは、まあ、ここの x 座標 t だから全部ここは t になる。まっすぐ縦だから x 座標は一致するはずですと。いいそうするとそうするとだよ x 座標が分かったからここが分かるんだよね。なぜなぜらこの関数 Q は この直線 Y イコール X マイナス1に乗ってるので X のとこに T を入れれるだから Y イコール T マイナス1と置けますじゃあここどうしようって思った時に関数とかないじゃんって思うんだけどここは Y 座標マイナス3ですマイナス3なぜかっていうと A と R っていうのは真横ですよね真横ってことは Y 座標が同じです ここなぜならここがマイナス3っていうことだからまっすぐ縦だったら x 座標が一緒まっすぐ横だったら y 座標一緒ですまあ図書いたらねはっきりわかると思いますがってことでね埋まったんですよ pqr がまあいっぱい t は使ってますけどでここでポイントですまあ2番いきましょうポイントがえー、なんて書こうかないいかえー、っと 上から下を引くっていうのと右から左を引くまあこれだけだと意味わかんないと思いますちょっと意図的にね意味わかんないふうにちょっと書きましたあの印象に残ってほしいのでこれ上から下を引くんです右から左を引くんです何のことかっていうと今 PQ ここ,ここの長さですねここちょっと出します ここの長さをいくつかって調べたいんですよ。で、調べ方があって、関数の、ね、こうグラフが載ってる関数において、まっすぐ縦の長さ、今 PQ ってまっすぐここ縦でしょの長さっていうのは、上にある Y 座標から下にある Y 座標を引いてください。上から下を引くんです。これね、上から下を引く。 これは t とか使ってるからちょっと意味がわからないかもしんないけど、だってここのさ、y 座標が例えば、じゃあ、じゃあ、いや、2の5。これ入ってる入ってない。全然入ってない。<laughs> 全然入ってなかった。えー、っと、これでいける ?p が2の5だとするじゃん。で、q が、まあ、x 座標一緒だから、じゃあ2の2だとするじゃん。2の5っていう座標と2の2って座標するでしょここの長さいくつって5から2を引くから3じゃん。 5から2を引くから3が残るはず同じです上から下を引くんですまっすぐ縦の時はねってことは PQ の長さっていうのは上の T2 乗引くカッコつけてね下 T-1 これが PQ です長さとしては同じようにいきましょう QR です QR もまっすぐ縦の線ですここここねまっすぐ縦ってことは 上の Y 座標から下の Y 座標を引きますこうね y 座標が図で見たようにプラスのとことマイナスのとこにあるけどいいのかなって思うかもしれないけど関係ないです上から下を引けばいいだからえー、っとこれかっこいいか T-1-3 上から下を引くとねこれが PQ と QR です。で先に答えまで導いてしまいましょう。よいしょ でこれが一緒になるので PQ と QR が T2 乗ちょっと分配法則しちゃってこうこれが PQQR、えっと、の方が T プラス2こうなりますでまとめ左辺に全部持ってきましょうマイナス 2t マイ、え、ナ、ー、ス1イコール0とさあ二次方程式ですさあ因数分解できれば一番ベストなんですけどそう甘くないんですよねこれ因数分解できませんあの公式でカッコカッコに持ってこれないんです その時どうするかっていうと、解の公式を使ってください。解の公式ね、t イコール、えー、一応書いておこうか。解の公式、2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac。まあ塾とか通ってる方とか、まあ学校の先生でもね教える方いますけど、ここが偶数なんで a 分のマイナス b ダッシュっていう方も使えるんですが、今回ちょっとこっちでいきます。こっちの方が絶対知ってるなみんなこっちなんでね。 で、合わせていくと、2a 分のだから、2分のマイナス b なんで2、2プラスマイナスルート、b 二乗、いや、b 二乗だから4、4足すス4になるから、8か。こうだね。で、えー、ちょっと直します。ルート8は2ルート2になるので、こう。さあ、ここちょっと注意ですね。えー、約分、どこで約分するかっていうと、ちょっとよく変えます。トントントンね。 三箇所同時約分使わなきゃいけないので、ルートの中身は約分できません。これはルート2のままにしてください。全部 2, 2で約分すると、答えが1プラスマイナスルート2となりました。これは当然1足すルート2と1引くルート2の2つの解が入ってます。じゃあ答えの欄、みんながね、受験の時に答えの欄にこれ両方書いていいかっていうと×です。書いていいのは x 座標だからまあ x イコールでいいか。 1プラスルート2のこっちだけを書いて丸をもらってください。なぜかっていうと t は0より大きいんです。正の数だったよね。これ1引くルート2だったら1とルート2ってルート2の方が数がでかいのでマイナスになります。1引くルート2の方は。答えに適しません。だから1たすルート2しか書いちゃいけないよっていう話。いいかな えっと、右から左を引くも説明するんですがもう一回ちょっと復習させてください。すごく大事なんで。関数において、まっすぐ直線、まっすぐの長さを出すときは、上の Y 座標から下の Y 座標を引いてください。いいね。いいかいこれをどうしても伝えたかったの。いろんな問題でやってきてる。たまに出てきてるんだけど、ちょっとごちゃごちゃ難しいこともいっぱい入ってたりするんだけど、これシンプルなんだよね。本当にそれだけを使って解く問題だったね。で、ほ採用しました。 で、ちなみに右から左を引くっていうのはまっすぐ縦だったら今のやり方まっすぐ横の長さ例えば今回で言うとここです AR みたいなまっすぐ横だよねの長さっていうのは右の x 座標から左の x 座標を引きます右から左を引くんですまっすぐ横はだからこう置こうと思ったら右引くだから、まあ、プラスに変わってこうなる この長さは。まあ、回こ問題関係ないけどね。ぜひ覚えてください。上から下を引く、右から左を引くんです。え、X 座標と Y 座標どっち引くか分かんなくなっちゃうなんて思う方いるかもしれないんですが、X 座標引いたら0になっちゃうからね。TT で同じだから。こっちも Y 座標引いたらマイナス3引くマイナス3で0になっちゃうから、そっちじゃねえなって気づけるから大丈夫。いいかな ちなみに、まあ、ちょっとこれは詳しくやらないけど、まっすぐ立ってるとまっすぐ横やったじゃないですか。じゃあ斜めどうすんだって長さ。出るんですよ。あるんですよ、それも。それは三平方の定理を使えばできるので、まあ、それは別でやります。またね、どっかでやりましょう。今回覚えてほしいのはここなので、ぜひこれを使いこなせるように、この問題もね、今聞いて、えっ、ー、と、できるかもって思ったかもしれないけど、ぜひ動画最初に戻ってもらって、復習しっかりやって、自分の力で解けるようになってください。では 今回はね、高校受験対策の関数シリーズ第44弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。